お処刑さんにいらっしゃいしてくれてありがとう。お仕事してた、えらい。仕事と散歩、あ、エレナもね、今日お散歩ちょっとした。買い物がてらお散歩した。何を飲む？今日はハイボールにしてます。今日ハイボールを用意させていただきました。夜なげの大好きなウイスキーです。酒飲んで寝て、酒飲んで寝てた。めちゃめちゃいいじゃん。お、ナイスアニメ、おかえり。おかえりハニメンだな、これは。おかえりおかえり。あ、流れるかも。ちょっと待って。ドキドキ。ドキドキ。ちょっと待機してから。ちょっと。で、出るかな？出るかな？あ、あれ？あ、全然流れない。あれ？あ、来た来た来た。ということでね。聞こえた今の。てれれ、てててててって聞こえた今。ナイス。音ちっさね、ちっちゃかったね。ちょっと待って、なんでだろう。結構普通の音量で設定してるんだけど、小さめでしたね。もうちょっと音が小さくて聞こえん。ちょっと待って、ちょっと待って、わかった。しょうがないにゃー、もうそんな。みんなちょっと大きくしよう。じゃあサウンドボリュームをちょっと、もうちょっと 20% にね。これでね、さすがに今後ね、まあ別に今と限らず今後ね、聞こえるようになると思います。もうみんなの鼓膜を破壊する勢いで。勇者夕凪のギルドへ参加おめでとうございます。え、ナイスアニメ。ちょっと待って、止めないと、止めない。よし。ドキ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 。あ、これ聞こえるんじゃない、これ。来るか、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 来るか。どうよ、どうよ、聞こえた。ありがとう、ありがとう、助かる。ちょっと聞こえた今、さすがに、さすがに聞こえた。めっちゃジュラスじゃん。めちゃめちゃジュラスじゃん。あ、ちっさい、ちっさい。もうマジで大丈夫。そのみんなの鼓膜が破壊される前にエレナの鼓膜が破壊されるんだけど、そうなってくると一人ギルドに参加するために夕凪の鼓膜がぶち破れるっていう。やだ。じゃあちょっと今あの音量 25% にしてたんだけど 50% にしといたから、今後ね、今後もし今後50、いや、奮発して 70% ぐらいにしとくか。奮発して 70% ぐらいにしとこう。じゃあそうしよう。ちょっと待って、 70% にして。え、ちょっと待って待って、ナイスアニメ。ちょっと待って待って、あ、危ない。来るんじゃないか。来た。今のはさすがに聞こえたやろ。今のはさすがに。とりあえず夕凪の耳が今ちょっとなかなかにもファンファーレが 3,4 回こう繰り返されてる波にちょっと反響してるんだけど、大丈夫かな。